こんにちは。今回も庭からのスタートということで、ちょっと今ね台風が過ぎ去ったみたいで、すっごい晴れてるんですよね。で、見ての通りもう青空がすごい、もう太陽がすごい眩しい感じですね。でちょっとだいぶもう庭がすごい紅葉してきてて、綺麗になってきてるんですよね。意外とこの庭にこの葉っぱがあると、その季節感がね、その葉っぱによってすごい変わってくるので楽しいんですよね。で冬になるとね、このもう葉っぱが落ちて枝に雪が乗ったりして、それもまた綺麗になるんですけど、こっちはこんな感じです。ちょっと赤くなってきたかなっていう感じですね。あのね、全然気づいてなかったんですけど、この菜園みたいなところにですね、これブドウなってるんですよ、これこんななってんのってくらいたくさんブドウがなってて、全く管理してないのに勝手にブドウがなってるっていうね。まあ多分食べて大丈夫だと思うんですけど、食べてみようかな。よいしょ。こんな感じで、これ賃貸なんでね、最初からなってたブドウとかあんま食べたことないんですけど、意外とねこういうのあるんですよ、これ。ということで、今回はですね、ちょっと今日はね日曜日なんで、まあ大掃除をいつも日曜日してるんですけど、せっかくこの GoPro Hero 7があるので、ルンバの上に GoPro Hero 7を乗せて、どんな映像が撮れるのかっていうのをちょっとねやっていこうと思います。では行ってみましょう。